どうして。皆さんこんにちは、瑠璃子です。はい、ただいま私は静岡県掛川市というところに宿泊しておりました。なんでここスタートかというと、実はですね、昨日まで鈴鹿サーキットにいまして、鈴鹿8体こちらのお仕事で行ってました。はやぶさで自走で行っていたので、まあ、せっかくなんでね、帰りはツーリングして帰ろうと掛川に泊まって奥地図の方に行こうかな、景色の綺麗なとこ行こうかなと思ったらですね、雨が降っております。しかもね、なぜかわかんないんですけど、ここだけ雨なんですよ。私朝4時に起きて朝活で行こうと思ったら、まあ、ゲリラ豪雨みたいな感じで、めっちゃピンポイントで雨雲がかかってて、ちょっと時間置こうと思ってたらですね、なぜかここだけ雨雲がすごくてですね、はい、なんか雨が止んだと思って外に出たらまた降ってきて、もうやだここ、あ、やばい、超でかい雨雲来てる、やばいやばい、とにかくこっから逃げなきゃ、やばいやばい、よいしょ、逃げろ逃げるぞ、あなんで雨降るの、どうしてここだけ雨なのいや本当はね、奥静の方に行きたかったんですよ。奥静の方に行きたいから、そのちょっと下の方の掛川に泊まって、静岡の涼しいところ秘境の方に行こうかななんて思ってたのに、まさかの本当に行こうとしてたところが雨雲全然消えなさそうなのね。いや、前日の天気予報全然平気だったのに、すっごい調べてたのに行きたいところ、まあ天気は読めないからね、しょうがないね、切り替えます。今回は静岡を諦めて神奈川方面に戻っていきたいと思います。いや晴れとるやないかい、なんなの本当に、本当にあそこだけだったね。最近自分晴れ女だなって思ってたんですけど、そう思ってた自分を殴りたいですね。昨日まで鈴鹿サーキットの8体行ってたんですけど、本当に8体ってすごいね。私今年初めて8体っていうものを見たんですけど、本当に感動した、泣きました。あんな暑い中、もう何時間も何時間もずっと走り続けていて、ライダーさんもすごいし、イットクルーの方々もいかに時間を短縮するかっていうのを常に考えられていて、皆さんの連携プレーが本当にね、もういろんなドラマがありましたけど、涙なしには見られないレースでしたね。そんな余韻に浸りつつ、私はねツーリングをして帰りたいんです。ただ帰るだけじゃつまんないから、でもどこに行こうとりあえず静岡から離れようと思っておりますが、ちょっと考えなきゃな。ただいま富士川サービスエリアというところにやってきました。完全に行き先を見失った私なんですけど、今回ですね行きたかったところはここの写真のところに行きたかったんですよ。これがね、全国の絶景スポットをバイクで巡るスマホのスタンプラリーなんですね。で、これがね、2022年の8月6日から11月の16日まで今回開催されているんですけど、参加費が5000円かかります。で、5000円かかって何がいいことあるのっていうと、特典として絶景ハンターのオリジナル T シャツだったり、あとは全国の二輪館で使える 10% オフのクーポン券、これがもらえます。あとはね、豪華商品が当たるプレゼント企画への応募権利、こちらもあります。画面で言うとこんな感じの画面なんですね。こんな感じで全国各地にいろんなスポットがあって、今回はダムがメインなので、私が今回来たかったのがここの絶景ハンターのここの写真になってるここ長島ダムっていうところに行きたかったんですけど、まあ、今回はあいにくの雨ということでもう諦めまして、ちょっと今からこっちの美穂ダム、はい、こちらに行きたいと思います。こうやって案内開始ってやれば
ピンポイントでそこに案内してくれるので、これめっちゃ便利なんですよね。じゃあ私は今からここに向かいたいと思います。はい、ただいま丹沢ですね。丹沢の方を走っています。いいね、川の横だ、気持ちいい。やっぱりダムって川の頂上にあるっていうイメージなので、道とかも必然的に気持ちよくなるよね。ちょうどね、タイヤの皮むきしたかったから嬉しい。お、おー、あったあったあった、あったあったあった、あー涼しい、気持ちいい。スタンプの指定場所ですね。無料の駐車場があるのでここに入りましょう。お、いいですね。はい、到着。お、綺麗。ちょっと向こう後で歩いてみよう。はい、では到着しましたのでスタンプを押す。てんてれー、スタンプを入手しました。かわいいこのスタンプ。はい、こんな感じでこうスタンプがねゲットできるんです。あ、そしてポイントもゲットしました、イエーイ。で、このポイントをねいろいろ集めていくと抽選で当たるプレゼントに応募することができるんです。で、ポイントによって選べるアイテムが変わってくるので、まあ、たくさん集めた方が豪華なものが当たるかも。で、今回ですねこのランキングっていうのがあって、はい、見て、ルリコ一箇所こんな感じで全国の方がこうねランキング形式になるので、うわすごい、25箇所行ってる方いる、強いゲームみたいよし、じゃあちょっとお散歩しよっかな。はい、今駐車場出てそこを歩いてみてます。湖が丹沢湖っていう湖みたいですね。よく聞いたことある湖だけど、こうやって近くを歩いて見るのは初めてです。なんか今日めっちゃ風強いあの風が強い浜松とか今日出発した掛川地域よりめっちゃ風が強いんですけど、何ですか今日いじめですかひとまず私はすごくお腹が空いているんです。朝ごはん食べてないからね。じゃあダムと言ったらのご飯を食べたいと思います。はい、ダムといえばだーん、ダムカレー、じゃーん、ダムカレーを食べたかったんですが、もうやだ本当に、なんでやってないの。やってないとか考えてなかったわ。そういえば私はそういう人だった、うん、はい、ダムカレーが食べれなかったのでご飯を食べに行きたいと思います。そして絶景ハンターをまさかのやってる方がいらっしゃって少しお話しさせていただきました。こういう出会いもあるんだね、絶景ハンター、ありがとうございます。ダムカレーは食べれなかったけどライダーの方とお話できたので、よし、さあではご飯に向かいます。あとちょっとでご飯屋さん到着です。今は神奈川県の開成町っていうところに来ています。今から行くとこはお友達が行ってて気になってたとこだったので来てみました。お、ここかな、よし、この辺に止めときましょう。 OK。 Darling, darling.
日も雨にも降られながらでしたが、楽しくツーリングできました。またお家に帰って編集頑張ります。というわけで、絶景ハンターもぜひ皆さん一緒に楽しみましょう。ランキング下に行かないように頑張ります。今深夜マスターの二輪館なんですけど、まさか絶景ハンターの今3位の方にお会いしました。つねちゃんさんです。すごい、今3位ですよ。今何箇所でしたっけ？62箇所。おお、あ、もう全部スタンプしてありますね。終わりました。すごい、つねちゃん頑張ってください。While when you're away, do I miss you? Is it just because I can't kiss you? Is it dishes in the sink or the lack of a wink? Or just because I love my life with you?